こんにちは、七尾です。私の YouTube チャンネル七尾ネットが、収益化されて早1ヶ月と少しが経過しました。チャンネルの動画につけられた広告料は月末に締められて、10日過ぎに収益金額が確定し、21日から25日の間に銀行口座に振り込まれます。 YouTube 収益は Google AdSense、 Google 合同会社から振り込まれます。ということで、私の初給料、 YouTube からの初給料、最初なので10日分ほどしかないんですが、先の22日に振り込まれました。 Google の最低支払い金額は8000なので、収益金額は8000以上あったということです。まあ正直、諭吉が何人かはいました。で、私は、YouTube で得た収益は動画のネタになるものに使いたいと思っています。ということで、欲しかったもので、なおかつ動画のネタになるものを、ポチりました。少額の初給料で購入できる欲しいものはこちらです。 iPhone SE 第2世代です。色は白、容量は 128GB を選びました。私が現在使用している iPhone 7 Plus は、数えるともう4世代前の iPhone になるんですね。結構長年使っていますので、音が出たり出なかったりとか、ゴーストが発生したりしなかったりとか、まあそろそろ壊れそうな気もせんでもないので、先に買い替えようかなと思っていたところです。iPhone SE はですね、高性能の割に価格が抑えられていますので、私にとってはちょうどいい機種なんですね。白の 128GB で、定価 49,800円、消費税が 4,980円で、合計 54,780円でした。もちろんね、今回もらった初給料だけでは、この金額は賄えませんので、自分から、自分の小遣いから補填しています。今回のね、 YouTube からの初給料は10日分だったんですけども、次回からはね、1月分まるまるありますので、まあちょっとしたものは買えるかなと思っています。次はね、ソニーのミラーレスのちょっといいレンズがあるんですよ。まあそれが欲しいので、それを目標に、動画作り、頑張ろうと思っています。では今回は YouTube から初給料が出たので、iPhone SE ポチったお話でした。どうもご視聴ありがとうございました。